はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。ゴーストワイヤー東京の続きをやっていきます。で、今回はメインの方に移るんで、メインがこれかな。あ、違う、メインはどれだ。違う、こっちになってる。ここか、ここを目指さなきゃいけないから、ここ解放したりなんだかんだしていかないと多分たどり着けないんでしょう。というわけでやっていこうかな。あ、そうだ、スキルも触れるな。ちょっと範囲拡大は重要だな。打撃増加量、グラップル、吸収速度は別にいいかな。まだこれかな。索敵範囲をちょっと広げたい。行けそうだ。というけど方向はこっちだね。お、あんなとこにも霊がいる。ちょっとそういう霊とかを吸収しつつ進んでいこうかな。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。間違いねえな。あれはどうやったら取れるのかな。どっかに天狗さんはいらっしゃらない。あ、いた。しまった。おお、思いっきり上向いて歩いてた。よいしょ、待って、よいしょ、ちょっと待ってね。ファイヤー、よいしょ、いたのね。順調だ。これでここの上に、よ、普通にいっぱいいるじゃん、ここに。よいしょ、回収。ここ離れよう。あれ、どうやって、ちょっと待ってよ。どうやって物食べるのか忘れたわ。あ、長押しだったか。
上には行けないか。よっ、こっちに行って、しっかり回収して、で、これを降りたら、あそこだね。よっ。OK。茶寄り道しまくりだな。よし。こっちでいいのかな。力を使え。見えないものを炙り出すんだ。ん？お地蔵さんがある。おーし。見守ってくれそう。そうだな。この中に幽霊がいた気がするんですけど、いた。これなんだ？あ、ただ見えてるか。特に上に招き猫があるぐらいか。うわ、この中この中にいっぱいなんかあるじゃん。敵もいっぱいいるな。ほっ、みたいなの持ってんな、こいつ。引き抜き。こっちに向いた。ちょい、ちょっと待って、ちょっと待って。悪い。抜き。はめてからの、ああバラバラだった。あったね。よ。おっと、ちょっと待って、公衆電話。公衆電話は近くになかったかな。あの下になんか社あるな。あったあったあった。おい、転送。
ちにも霊がいる。オッケー。よし、さっきのとこ戻って、戻っても特に何もなさそうだけど、と様子見たいよね。あの下にあれがあるんだよ、鳥があるんだよね。もう大丈夫だよ。よし、ひとまずこれで全部かな。ここにもいた。あ？どこ？上？上っぽいな。あ、いた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 。よいしょ。あ、いた。ごめん、よいしょ。よしよし、ここ魂多いな。あら、ナタ系のやつ。これでひとまず全部かな。上から狙えるかな。よっ、の鳥を解放しに行った方がいいかな。ちょっと無鉄砲すぎるか。ってことは、この下に鳥居があるから、しっかり回収しといて、あの鳥を解放しに行こう。浄化だ。あ、鳥居があった。敵は？稲下げ？でもエーテルの爆発のやつがあるな。まあいいや、とりあえず。鳥居があった。浄化する。浄化。うわ、何？うわ、びっくりした。うわ、マジでびっくりした。あぶねえ。ほら来いよ、よっしゃ。あぶない。これ火効くのかな。よっ、
危ない。危なかった。あ、倒した。あ、いや、冷や汗どころじゃねえよこれ。マジでビビった。終わりだ。よし、浄化の続きか。お、あれは？これも強い力を感じる。今度水か？水のエーテルショット。範囲が広い水の刃。至近距離で命中させて威力が高い。僕らの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。なんか持ってる感じ螺旋岩だな。これどうやって上に上がるんだ。あったあった。しっかり魂は回収。あー待って、そういうこと。こうして押せってことね。あそこにガラステンがいる。ガラステンがいる。グラップルしたところで、あの上にも魂があるな。これか？これか。これで登れるな。よいしょ、回収。よし。おっと、早速水を試そうか。なっ、あ、もう螺旋岩だ。よいしょ。あ、いた。よいしょ。オッケー。どこだ。あ、おっと、横か。よいしょ。エリエの入り口がある。そっちに行こうか。近距離用って感じかな、水は。まさに螺旋岩だったら。よいしょ。駅の南側にうんたらかんたらって言ってたな。お、魂浮いてる。よいしょ。でっかいのはな。あら、バレちゃった。あいつ、気をつけろ。体がでかいだけじゃなさそうだ。よっ、ここにもいっぱいいるんですよね。よっ、切り替えてっていうのは難しいな。よっ、来い。
危ない。2体同時引き抜き。よし。OK かな。強くなってるのがわかる。お。信心深いな。こういう時だからね。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。ああ、ドキドキするわ本当。で、よいしょ。とりあえず回収。一旦風にしといて、この中かな。駅か。人もいないし。こう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 解放。こっちかな。お、猫又ちゃん。なるべく安くしてくれよ。焼きそば。ん？無駄遣いするなよ。分かってるよ。ここにいるのか。気味が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。よっ。ああいるね結構。やるか。ああそういうこと。上にいるのね。浮いてるタイプはちょっとめんどくさいよな。危ね。よっ。おっ。 OK。 あと1体2体ぐらいいるのか。よっ。息抜き。よし。いっぱい吸収できるね。そこにリーマン系が2体3体いるのか。よっ。おい気づかれた。分かってる。隠密なんかしねえよ。よいしょ。よし。
危ない。よいしょ。危ないよ。オッケー。よし、しっかり回収。これで全部か？ん？コアどこだ？よっ、あった。大丈夫だよ。 OK。 寄り道しまくりだな。ここも あそこ。微妙に届かない。よっ。ちょっと待って。どっか逃げてるない？あった。これってドーラ？どこだっけ？あ、そっか。こっち側からかな。上登れないかな。それぐらい登れそうなんだけどね。ここが怖。よし。あ、もう無理です。ちょっと待って。公衆電話がどっかにあった気がするんだけどな。仕切りかかってんな。あった。
よいしょよいしょ、遠い。オッケー。ここも汚れがあるな。あら、吸い取んな、線が開いた。やるじゃねえか。やろう。 OK。 いまいましい奴らだぞ。ここ上なんかあんのかな。入れたりはしないか。オッケー、これで全部かな。一通りは調べたかな。次の目的地的にはこっちか。こっちなんだけど、なんかいる。特上。よし、手に負えない数だな。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。おお、結構遠いな。よし、ここに隠れよう。はい、というわけで今回はここまでしようかなと思います。いや、展望台まで行けるかなと思ったけど、ちょっとまだかかりそうだのと、なんかカッパのミッション出てるわ近くに。それも次回でやっていこうかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。では次回の動画まで、またね。